キータカシ君、院長、キー君ン、え国民民主党のキータカシです。文化会での質問の機会を頂戴し、ありがとうございます。今日は北九州市に関わる国土交通省への地元からの要望の部分、ぜひ大臣と直接その要望をお伝えしながら、そしての議論を含めてさせていただければと思いまして、今日は。 深場国土交通大臣とということでお願いさせていただきましたどうぞよろしくお願いしたいと思いますさて北九州市におきましては北九州空港を国の空港としてこれまでも整備を続けていただいています珍しい海上空港として騒音の対策などをしっかりできた空港でありますし早朝便や深夜便への対応もできるという24時間の運用可能だとそうした特徴も持っております こうした特性を生かしながら、北部九州地域の活性化を図っていくには、この北九州空港をもっと使い倒していく必要があるというふうに思いまして、これまでも累次にわたって質問などでも申し上げてきたところであります。今日はその中でも特に北九州空港の機能拡充と活性化について、ぜひ国にもさらに踏み込だ支援をお願いしたいということで、大臣にお伺いしたいと思います。まず 滑走路のの延伸の件についいいててお伺ささせてくださいこれまでにも私から令和元年11月19日に提出しました質問収書、北九州空港の3000メートル級滑走路の早期実現に関する質問収書ということで、この答弁におきましても、政府としては地元関係者の意見等を踏まえつつ、その効果や影響等について十分に検証する必要があるとの政府見解でございました。ただ、この効果や影響等について十分に検証というのは、実は、 数年前から答弁の線としては変わっていないという状況であります文化会におきましても前回、前々回通常国会のときにも当時の石井国土交通大臣に御答弁いただきましたときにもこうした答弁の線でございましたただこの2年も私から申し上げてまいりまして今回もですね改めて赤羽大臣に御認識いただきながらお仕方をいただきたいと思いますのはこの滑走路が今2500メートルでもこれを 地元要望も含めてですが、3000メートル伸ばしてほしいというところのお力えいただきたいというご議論を申し上げているわけでありますが、これが足りないがために、地元で実害が生じ続けていまして、ここをなんとか取り除きたいというのが、今日の私の質問の趣旨の一つであります。どうしたことかと申しますと、新規の航空路線が就航したいということで、当然、北九州空港や地元自治体にも相談があるわけですが、そのときに滑走路の長さが2500メートルだと、例えば、 大型の貨物機やジャンボジェット機だと、燃料満載、荷物満載だと、離発着は難しいということで、成田や中部や関空に、そうしたせっかく北部九州に就航したいという話があるにもかかわらず、残念ながらお断りをして、そうした他空港に切り替えざるを得ないと、こうした状況が今までに続いているからであります。こうした航空路線によるビジネスチャンスをしっかり地元に引き入れてほしいというのは、国からも地元自治体や空港に対しての強い要望だったはずなんですが、 そ,のそれを続けるために、残念ながら基本的な条件が整わないと、そうしたありがたいビジネスチャンスの引き合いを引き込むことができないという、そんな状況になっているわけであります。このことを、この数年にわたっても国土交通省や大臣にもお伝えしてきたところであります。昨年年質問をさせてていいただいてかかららあれから1年この間もですね平成 31年度、令和元年の間にも、4件の引き合いがありましたが、すべて引っ張り込むことができませんでした。その前の年には5件、その前の年にも5件ということで、この10年で23件のビジネスチャンスを逃し続けているという状況になっています。北部九州でしっかりそのビジネスチャンスを取り込んでいく、そして大型貨物機でも安定して離着陸ができるように、3000メートル級滑走路を来年度からの整備をしっかり開始できるように。 調査予予算算をを含めて予算措置すすべきだと考えますでこのタイミングで、あえて少し踏み込んだことを申し上げなければならないと思っておりますとは、ちょうど例のリーサ対策を含めた空港の安全対策の検討が、国土交通省内でもこの間、進んできているからであります。もしこの安全対策のエリアが確定をしてしまいますと、そこからあと伸ばしたいといっても、その安全対策を確定した 以上のところには伸ばすのは、後付けで議論するのは難しいというふうに、私も思っていますし、地元自治体もそのように考えているからであります。その意味では、この空港の安全対策が確定する前に、この滑走路延伸についても、きちんと3000メートルに伸ばしていくぞということをぜひ確定させていく、その取り組みを国にもお願いしたいと思います。こうした点からも、滑走路3000メートルへの延伸に向けた予算措置、ぜひお願いしたいというふうに思いますが、大臣、見解を伺いしたいと思います。 赤羽国土交通大臣。あのまずあの海上空港の利便性というのはあの私もあの北九州の空港も使わせていただいておりますしえ私の地元の神戸空港も同じように海海上空港で、あたその利便性あの私もよく理解しているところでございます。でまたあのこの北九州空港の滑走路の延伸につきましてはまあこれまでも幾度とですね地元の首長さんあの北橋市長またあの地元選出の与党の 国会議員の皆さんいやまあ経済界の方々から何度も何度も私就任してからまだ半年経ってませんが、えー、数多くのご要望をいただいておりまして地元の皆さんの仮想の延伸に対する熱意はまあ象徴しているところでございます。でこのことにつきましてあのまあこれまでの国会でも当時の大臣がそれぞれ答弁していると思いますが事業の必要性費用対効果 周辺環境への影響等について、十分な検討を行う必要があると、これはもうよくご理解いただけると思います。そうした意味で、北九州空港、具体的に3000メートル級の滑走路の実現のためには、長距離の国際空港、あ貨物便がです、ね、定,時定期的に運航していただくというような需要が必要だというふうに認識をしております。そうしした意味で北九州におきまして 貨物便の誘致活動、利用促進に、これも熱心に取り組んでいただいておりまして、最近、ロシアの貨物便で拠点化するという、これも先ほどのお話ちょっと、ちょっと私、委員が言われたことは、ちょっとよく承知しておりますが、これは単発のチャーターではなくてです、ね、定期便であることはやっぱり大事だと思っておりますが、そうしたことが一定の成果が出てきているというふうに承知をしております。そうした 環境が改善されているという認識の下で、予算措置、具体的にあってはです、ね、これはまあもちろん地元関係者の意見をしっかりと踏まえつつ、ちょっと繰り返しになって恐縮ですが、費用対効果、相当な予算も閉じることになるわけですから、その費用対効果、周辺環境への影響等について、十分な検証を行うことが必要であるというふうに認識をしておるといころでございます。 地元の熱意と、そして取り組みの一定の成果ということを大臣に言及いただきました、ありがとうございます。今、大臣からも言及ありましたあの、いわゆる世界最大級の貨物機、アントノフの1249を運航しているボルガ・ドニエプル航空との北九州空港利用促進についての協定が結ばれたということで、これがあの令和2年に入ってからの話ですので、あの直近の大きな前進だというふうに思っています。また 新型コロナウイルスの対応で現在運休をしているんですが、大韓航空のジャンボジェット機の就航などもありまして、今、大臣からもありました、貨物の路線的な受け入れ環境は整いつつあるというふうに考えています。その貨物が積み上がってくる中で、あとは実は施設の整備次第というところに今、なんか差し掛かっているというのが、地元自治体であり、地元経済界の,その認識であり、そして私からの提案の部分でもあります。滑走路への3000のメートル延伸もそうでありますし 新型コロナウイルスが収束してからということになると思いますが、これまでもご提案申し上げてきた CIQ 体制の充実、そして C&A アの動線の整備、これは貨物地区から岸壁までの動線ということになりますが、こうした部分、施設整備についても、国の力をぜひ寄せていただくようにお願いしたいというふうに思っているんです。こうした要望を踏まえながらで、ぜひ大臣にです、ね、今の施設整備の一つ目、仮想練習について、ぜひ、調査予算を含めた積極的な取り組みをお願いしたいと思うんです。 この積極的な取り組みにぜひ一言、お言及いただきたいというふうに思うんですが、大臣、お願いできないでしょうか赤ん国土交通大臣まあ今、この場で決定するというようなことは、ちょっとしにくいものですが、先ほど答弁したとおりです、ね、予算措置については、地元関係者の意見等を踏まえつつ、費用対効果、支援関係の影響等について、まあ、しっかりと国交省としても十分検証を行うことが必要だというふうに認識をしております。 のこれまでの地元のご努力は先ほど申し上げましたように、一定の成果ができて出ているというふうに承知をしております委員長木井君あの私、国政野党におるものですから、まあ、こうした要望は党派を超えて、超党派での,あの要望ということを申し上げております、ぜひ、前向きに受けていただけるということを一言おっしゃっていただけないでしょうか。赤羽国土交通大臣 いやあの同じ答弁になるわけですがあの、地元のご熱意もよく承知をしておりますし、まあ、これまで、まあ、熱意は分かっているけど、あのまあ、なんていうかな、形がついてこないみたいなやり取りもあったかというふうに聞いておりますけれども、その最近、そうした先ほどのお話出ていますような、ロシアの貨物便の拠点化とした具体的な成果も出てきているので、それは改善しているというふうに思っています、そうした環境改善のことを受けて、予算措置については、これはもうあの原則でありますんで。 あの費用対効果周辺環境への影響について、十分な検証を行うということ。やっぱ、あの国の予算を使う以上は。あの、作ればいいということではありませんので、作って使っていただかなければいけない。それは国交省の責任でございますので。そうした原則は、あのしっかりと踏まえながら、あのよく検討していきたいと思っております。委員長木井正君、ありがとうございます。あの、ぜひ実績とも踏まえて、前向きな取り組みをお願いしたいと思います。続いて。 今の北九州空港の貨物エリアの整備と物上,げまでの物上げ場までの輸送経路の確保についてお伺いしたいと思います。これについても令和2年2月6日に私から質問収書でお尋ねをいたしました。その折に答弁書の中では、貨物機の2機同時中期2 0対応およびアントロフ1人要求の機材中期は基本的に可能であるということ、<laughs> そして空港用地から物上げ場までの直線的な輸送。 経路の整備については政府としては地元関係者の意見等を踏まえつつその効果等について十分に検証する必要があるということで先ほどの答弁ラインと実はかなり近い表現になっているというふうに思っていますただこのことを申したには一つ理由がございましてやっぱり海上空港の利点を生かした輸送形態の実現は空港の機能拡充の鍵の一つだと考えているからであります大型航空機を扱う事業者による船舶への積み替え輸送の需要もあります これまでの思考的な取り組みは、事業者からも評価を得ている状況です。一方で、路線が増え、そして貨物便が増え、貨物が増えということになり、現行の貨物地区の機能不足、そして増えつつある大型案件の引き合い、先ほどお話したとおりでありますが、ということを勘案しますと、対応が厳しい状況が増えているというのが現場の声であります。だかからこそ、今後のの円滑なな積み替えををを可能とし、し本格的な海上空港利点生かした輸送に実現を図れるように 貨物エリアの整備と物上げ場までの直線的な輸送経路を整備すべきというふうに考えておりまして、この直線的なというところを踏まえた部分について、国にも配慮いただきたいと思うわけですが、ご見解を大臣からお伺いしたいと思います赤羽国土交通大臣。あのちょっとすみません、その質問に、えー、先立ってです、先ほどあの、あのリーサの整備について、ご懸念を示されました、はい、これはあのリーサにつきましては、今、航空機の安全確保の観点から、 あの用地確保が容易な空港から順次対策を、まあ、進めておりまして九州、北九州空港においてもです、ね、平成30年11月に整備方針を決定して、現在、準備に入っておりまして、早期完了に向けて引き続き整備を進めていきたいと、しかし、えー、これ、リーサを整備したあともです、ね、えー、滑走路の延長を行うということになれば、それはあの物理的に可能だというふうに考えております、これが一つです。ももう一つつ北九州空港のの貨物エリアと輸送経路の整備についてこれもあの より地元の首長さん、経済界、また議員の皆さんからのご要望がございます、これ、北九州空港におきましては、大型貨物機の受け入れを可能とするためにです、ね、まず平成28年度に貨物用エプロを整備したところでありますが、これ、ちょっと率直に言って、現状はです、ね、当該エプロについて、実際は中型貨物機の利用が中心となっているというのが現状です、これ、鶏と卵みたいなことがあると思いますが。 あのー、今、お話が出ました貨物エリアの整備と物上げ場までの直線的な輸送経路の整備につきまして、私、ちょっとこの現状のルートとあの直線的なルートどの、どれだけ違うのかということをあの率直に言ってまだちょっと十分理解しているとは私自身は思いませんあのないんですが、まあ、あのこれも同じ答弁になって恐縮でありますが、地元関係者の意見等を踏まえながらです、ね、まあ、利用者のニーズ、また整備の効果といったことをしっかりと検証して。えー 検証を行うことが必要だと認識をしておるところでございますす長木井隆君ありがとうございますリーサー対策と滑走延伸の関係については、地元でも少し懸念の声があったところについてあの、ねあの、重要な答弁をいただけたと思っております、ありがとうございます。また、先ほどの直線的なといった部分については、ぜひあの現場の声に改めて、耳を傾けて細かな部分をあの部下の方にも指示いただきながら確認をいただければありがたいと思います。 実際に現場からの声をお伝えさせていただいているつもりでありますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、空港でもう1点であります。災害時における代替アクセス手段の確保について、どのように整備するかという点であります。これについても質問収書で、北九州空港の災害時における代替アクセス手段の確保に関する質問収書ということで、答弁をいただきました。北九州空港のの災災害害時時にににおけるる代替アクセス手段の確保については船舶による輸送が災害時の おける代替アクセス手段の有力な選択肢の一つとなり得るものとして庁実体を含めた関係者と検討を進めているところであるとこうした政府見解をいただいておりますこの代替アクセス手段として私もやはり船舶だというふうに思っておりますが他に有力な手段があるのであればお示しをいただければと思いますまた関係者との今後の検討見通しについても示していただきたいと思います災害時の準備でありまして急ぐべきだと考えておりましてこの点大臣お考えをお聞かせてください赤羽国土交通大臣 あの特に海上空港の,です、ね、あの大体アクセスの手段の確保というのは大変重要だということは、一昨年9月に発生した関西国際空港の連絡橋が途絶したときに、大変あのはっきりとしたというふうに思っております、私も全くあのあのは地元で,です、ね、フェリーを使って神戸空港に7、8戦目脱出していただいたオペレーションに関わったという経験からも、本当にそのことは強く認識をしております。 でこのことはです、ね、北九州空港における BCP の策定協議会、これ、昨年1月に設置をされまして、えー、同年の3月に空港 BCP が策定されたところでございます。この空港 BCP、まあ、よくご存じだと思いますが、北九州空港の連絡橋が途絶をし、またあの民,民間の航空機の再開までの期間が長期化する場合にはです、ね、輸送力の観点から、まあ、この BCP では船舶による輸送以外に有力な代替アクセス手段がないものと。 というこ大体アクセス手段の確保は空港内の滞留者が速やかに避難する上で重要と先ほど申し上げたように認識をしておりまして、この船舶を保有する関係行政機関ですとか、また民間企業との調整、閉、ま、鎖、あ、からの調整というのは非常に重要だと思っておりますので、こうした地元からの協議会の報告書を受けて、国交省としてもしっかりと協力をしていきたいと考えております。委員長 木高貴司君ありがとうございます私も船舶以外にないという,ふうに考えますが今の北九州空港の空港地場の状況を見ますと岸壁の整備のところに少し手をかけないと実際に船舶は寄りついてということが現実的ではない状況にありますちょうど空港地場の向かい側に長距離フェリーターミナルがございましてフェリー三社を中心に就航いたしておりますがそうしたフェリーが仮に乗り付けようとしても そのうちの専用ターミナルが必要ではないフェリー1社が、もしかすると、その接岸が可能かもしれないということを現場の声として聞いておりますが、やはり仮に船舶だということならば、そうしたあらかじめの岸壁の整備のところも念頭に置かないと、先ほどの BCP での計画が既存の苦労に終わってしまうという可能性があると思っていまして、そうした部分の計画に基づくところがどこまで関わってくるかということをぜひ、 ご検討いただければということをこの場をお借りてお願いしたいというふうに思います。よろしくお願いします。続いて、洋上風力発電関連産業をはじめとしたエネルギー産業の総合拠点化に,つに向けた支援についてお伺いしたいと思います。北九州市における今後の取り組みで大変大きな役割を果たしている一つが、洋上風力発電の産業の活性化であります。そこに関わるところで、一つ質問であります。この 洋上風力発電の普及を支援する基地港湾に対する支援についてであります。平成31年3月、国土交通省港湾局より、洋上風力発電設備の部材を取り扱う岸壁の直轄施工範囲について、通達が出されました。これによりまして、風車部材を扱う基地港湾の整備について、直轄による施工範囲が示され、これまで一地方自治体では負担が大きかった費用面および技術面での負担軽減につながるものだと考えています。 北九州市の基地公安において、当該制度の活用にあたっての技術的助言及び促進地域の指定と整合した基地公安の整備への支援を国として充実すべきだというふうに考えますが、大臣、お考えをお聞かせください。赤羽国土交通大臣。あの今、お話しございましたようにあの、洋上風力発電の設備の設置、またあの維持、その維持の管理にはです、ねあの、発電設備の重厚、長大な資機材を扱うことができる、まあ、高い、あの 耐火銃性を備えた岸壁、またあの、長尺の資機材の保管、組み立てが可能な規模の2砂場基地を備えたふ頭を有する、まあ、いわゆるあの今おっしゃっていただいた基地港湾が必要となるわけでございます、あのお話ありましたよう、ね、に、平成31年3月に、この重厚長大な風上風力発電設備の資機材の二,体二液形態を考慮した岸壁のエプロン 封印や延長の考え方について、通達を発出いたしまして、必要な技術的条件を行っているところでございます。あの、今後、あの基地港基地港湾のまあ候補となっております。あの北九州港におきましてもこうしたことに必要となる重厚長大な資機材を扱うとのできるですね。高い耐火重性を備えた岩壁等の機能強化について、ま国が主導してですね。公安管理者等と連携しつつ。 取り組みを加速してまいりたいとこ考えており続きまして、連続立体交差事業を中心とした広域拠点、折尾地区の整備促進についてお伺いをいたします。平成31年3月16日に、地方本線の高架切り替えが完了し、駅へのアクセス道路における踏切が一部除去されたことで、交通渋滞の解消が大きく前進をいたしました。 街路事業や土地区画整理事業も大きく進み、新たなまちづくりと早期完成の期待が高まっているところであります。令和2年度の鹿児島本線切り替え及び新駅舎の開業に向けて、JR 筑後本線、そして鹿児島本線の連続立体交差事業や街路事業、そして土地区画整理事業による面整備について確実に進捗できるよう、国がさらに推進すべきと考えますが、大臣、見解をお聞かせください赤場国土交通大臣。 あの本件につきましても、地元の首長さんや与党議員、経済界から私自身も度重なってご要望をいただいておりまして、ちょっと記憶に残っているぐらいでございますあの連続立体交差事業につきましては、令和2年度に鹿児島本線が降下されまして、新駅舎が完成をいたします、さらにあの令和3年度には、すべての路線の立体交差化が完了して、これによりまして、の オリオ地区に存在した9か所すべての踏切の除去が完了する予定となっております。えー、この連続立体交差事業とともにです、ね、進めております、街路事業による道路ネットワークの形成、またあの土地区画整理事業による市街地の整備も着実に進捗しているとございます、まああの引き続き国交省としましても、このオリオ地区の整備が確実に進められるように、しっかりと進め支援をしてまいりたいとこう考えております。委員長 木井君引き続きよろしくお願いしたいと思います続きまして下関北九州道路の整備についてお伺いいたします2問一括でお伺いしたいと思いますいろいろございまして地元民としてはかなり心配をしていますどうなるんだろうかということでありますですので今日はとても基本的な質問です地方自治体としての要望地元からも 県や市から出ていると思いますが、その要望をどのように認識しているかということ、そしてその自治体要望に対し、国はどのように対応する考えかという点について、大臣からお聞かせをいただけますでしょうか。赤羽国土交通大臣あの下関・北九州道路の整備につきましては、これも私が昨年9月の大臣就任以来です、ね、福岡県知事、また山口県知事、ご両名からもです、ね、早期実現の要望を受けております。 ですから、地元から強い要望がある案件だというふうに認識をしております。また、関門海峡につきまして、私も実際に足を運びましたが、関門トンネルと関門橋の2つの道路で連絡をされていますけれども、関門トンネルを含む国道2号、そして3号については、慢性的な渋滞が発生していると承知をしております。また平成30年の7月の月で,です、ね、関門橋から続く 九州側の高速道路が4日間通行止めとなりまして、これは本州と九州の間の広域的な交通に大変な支障が生じたことも現実でございました。まあ、こうしたことから、下関北九州道路につきましては、やっぱ今後、整備をしなければいけない、整備について検討する必要があるプロジェクトと考えておりまして、まずあの今年度、国におきましてです、ね、会場部の構造の検討などの調査に着手をしたところでございます。まあ、引き続き続 ご地元の福岡県、山口県などと協力しつつ、必要な調査を推進してまいりたいとこう考えております以上、木井隆君。続きまして、国道3号黒崎バイパスの建設促進についてお伺いしたいと思います。国の力添えもありまして、これまでに5.8キロの予定のうち、5.2キロが開通をいたしました。国道道号や周辺道路の渋滞管は 東西方向の所要時間の短縮と定止性の向上が図られ、都市高速道路に接続されたことで、小倉都心部などへの速達性、定止性が向上いたしました。しかし、国道3号の現道や国道200号に未接,続で未接続でありまして、国道のネットワークが形成されていないため、本来の効果が十分に発揮されていません。そのため、前田ランプ出入り口やその周辺の市道、国道3号の筒井、町、交差点及び 樋口町交差点で依然交通混雑が発生していますこのバイパスの早期開通は黒崎国都市の再生など北九州市への活性化の鍵を握っております残る春の町ランプ黒崎西ランプ神野春オンランプの早期供与が図られるよう道路予算総額を拡大確保して本道路予算整備予算を確保すべきと考えますが大臣見解をお聞かせてください赤羽国土交通大臣 あの黒崎バイパスの整備促進につきましても、同じようにあの地元から強い要望を頂戴しております、えー、国道3号の交通,か、えー、交通混雑解消等を目的とした、えーま、重要なバイパス事業だというふうに認識をしております、えー、お話ありましたように、全体5.8キロのうちです、ね、平成24年までに東田から神野春間の延長5.2キロ間も開通をしておりまして、 東側の国道3号に接続する 0.6km の区間と東、黒崎西ランプ、神野原ランプの3区間が未開通となっている、これはまあご自分ですかよくご自知だと思います、そのうち東側の国道3号に接続する 0.6km 区間におきましては、これは JR 鹿児島本線をまたぐ橋梁の工事などを推進しておりまして、令和元年度も補正予算を ますまた残る黒崎西ランプと神野原ランプにつきましては、工事着手の準備を行っておりまして、準備が整い次第順次、工事を進めていく予定としております。令和2年度につきましても、橋のょ梁の工事等を推進し、早期の全線開通に向けて事業を推進してまいる決意でございます。 以上でございます委員長木井貴司君引き続きよろしくお願いしたいと思います最後に北九州市の主要幹線道路の整備推進についてお伺いしたいと思います2問一括でお伺いをいたしたいと思います広域道路ネットワークの形成や緊急輸送道路の確保のため国による確実な予算配分をすべきだと考えています特に補助国道では国道211号地方道では常見草見線 湯川、飛行場線など、そして都市計画道路では、戸畑、枝光線、砂津、長浜線、日明かり、渡場線、九号線、高野高区などの整備推進を図るべきだと考えております。このうち補助国道では国道211号、そして地方道では常見草見線、湯川、飛行場線、都市計画道路では戸畑、枝光線、砂津、長浜線については、特に 道路ネットワークの形成と、災害時における緊急走道路を確保するためということで、重要物流道路への指定を迅速に行って、引き続き確実な予算配分をすべきだと考えますが、大臣、これらの道路についての取り組み、いかがでしょうか。赤羽国土交通大臣これ、ちょっと若干地理的に間違ってるかもしれませんが、今、委員ご指摘の詰みくさみ線ほか4路線につきまして、はこれ、工業団地へのアクセス道路。 であり、またあのストック効果を高める道路事業として、重点的にまもうすでに支援をしているところでございます。また、あの地域高規格道路でございますえ、戸畑枝道線はこれは補助事業として計画的かつ集中的に支援をさせていただいております。また、あの五路線でいいんですかね？北九州から市からです。地元の北九州市からも重要物流道路への指定要望をいただいていると、この五路線については承知をしております。 これらの五路線につきましては、地方中心都市や空港、港湾等の主要な拠点下を結ぶ道路であるかなどのです、ね、重要物流道路の要件に照らして、指定の有無については今後、判断してまいりたいと考えております。いずれにしましても、あの道路のネットワークを形成するということは、物流、観光、そしてあのいざ災害というときに大変重要だというふうに認識をしておりますので、地元のご要望を踏まえて、国として適切に支援してまいりたいと考えております。 以上木隆君ありがとうございました物流、観光、災害対応などに加えて、ものづくりという部分でも、今ほど申しましたネットワークの形成というのは大変重要だというふうに考えておりまして、北九州市の特性を生かして、日本の発展に資する、そう取り組みにもつながっていくというふうに思いますので、引き続きのご支援をお願い申し上げまして、質疑を終わりたいと思います。ありがとうございました これにて木井隆君の質疑は終了いたしました、午後1時から再開することとし、この際、休憩いたします。